旅行や配信ライブを始めさせていただきます。こんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか結構さっきまで忙しかったですね。まだまだなんかブラインド、日差しが強くてブラインドを頼むって。そうそうそう、これから冬になるとこの辺まで来ちゃうんですね、日差しが。で、ブラインドにさんあとね、いらっしゃいましたね。まるまるワンステージ分の客を実はお客さんがいて、なんかやることを言われて、3時15分くらいやりますって言ったら、そんなにやんないわって言われちゃったじゃあ練習これからしますんで聞いてくださいって、はい、もう練習まるまる全部聞いてもらってました、はい、なんかやりきっちゃったかな。大丈夫しました。
ない、汚いっていうか、あの違う人です。そうです、はい、違う方に、うん、違う方っていうか、うん、作詞が違う人です、うん、吉田さんの相方の、あの、はい、池澤さんという方が歌ってましたね。歌ってますね。やっぱりハモってくれてましたね。あ、二人で。そうそうそう。Thank you.
ではついていけたんですけど、セブンのあたりがなんかついていけなくなっちゃいましたね。あの 3D とかだったらダメでしたね。こう平面の世界じゃないと実際についていけなかった、うん、あ、分かんない、分かんない。そうですよね。あのタタタン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 って流れただけで全然あのオリンピック興味を示さなかった藤野世界がおおとか言って盛り上がってましたから、まあ、すごいなと思いました。Thank you.
生時代にクラシックの声楽を学んでいる時も結構ザバンダイズバリこれはカーラ・モノペさんのバージョンなんですけれども私はその頃シャルロット・チェイスさんというクラシックの私と同じジャンルクラシカルクロスオーバー歌手の方なんですけどその方が歌っているのをずっとザバンダイズバリをあのソロのイベントとかではずっと歌ってて多分その時に見に来てくださって多分ザバンダイズバリやってたんでカーラ・モノペさんバージョンがあるから行ってみようって、うん、言ってくださったのを覚えてます。あ、僕の言いかけです。誰かのバージョンってわけじゃないです。あ、でもなんかこのバージョンを知らなくてこのクラシックの方しか知らなかったのであ、あこんな歌があるんだ、あの、うん、あのちょっとクラシックじゃなくて、うん、ちょっと現代的なやつ、ちょっと現代的な、日本語歌詞って歌ってる人もいるね。あ、祈りを歌ってる方ですよね。そんなのはよくわかんないけど。はい、わかります。日本語バージョンの歌詞すごくいらっしゃいます。Show, hallelujah.
2ステージ目なの。はい、2ステージ目に。さっきお客さんがね、そう、まるまる言ってくる、ワンステージ聞いていただいた人がいて、そんな待ってらんないって言われちゃったもんですから。じゃあ、練習なんで、練習ですけど、聞いてください。すごい褒めていただいて、そうだね。なんか、もう一人の方はペルーの方だね。ああ、ペルーの方ですね。おばさんなんですけど、日本語、その人は日本語でこう話してくれて、日本人なんですけど話してくれて、で、その友達っていうのはペルー人で、で、もちろんそのペルーなんていうの、そっちの言葉で喋るんですね。まあ、すげえなぁと聞いてたんですけど。その方がぜひ聞きたいというので、今と同じことをやりました。で、そういえば、リカちゃん、車どうした？車？なんか車？車探してるんです。あ、車探してる。あの、乗り出し10万円という大胆な。Amazing grace, how sweet.
どうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。